アドルフ・ヨーゼフ・フェルディナント・ガーランドはドイツの軍人。最終階級は空軍中将。戦闘機パイロット、戦闘機体操官を務め、第44戦闘団司令官として終戦を迎えた。出撃回数705回、撃墜機数104機のエースパイロットである。1912年3月19日、ベストファーレンのベステルホールトにラインラント人として生まれた。 17世紀末の宗教迫害からフランスを逃れた新京都の子孫の一人である。4人兄弟の次男であった。幼少から空に対して強い憧れを抱いていたガーランドは10代の頃からグライダーを飛ばしていた。1932年、ゲルゼンキルヒエンブーアのヒンデンブルクギムナジウムを卒業したガーランドはブラウンシュバイクのルフトハンザ航空学校に入学した。 ルフト・ハンザは民間航空であったが極秘裏に再建中のドイツ空軍のパイロット要請を担当していた。ガーランドはイタリアで戦闘機パイロット訓練を受けた。1934年航空学校を卒業したガーランドは少尉に任官した。空軍が禁じられていたためドレスデン第10不評連隊に配属された。1935年アドルフ・ヒトラーは ベルサイユ条約の破棄及び再軍備を宣言し、バイマル共和国軍は、ドイツ国防軍に改組された。また、国防軍の一軍主たる、ドイツ空軍も公式に設置され、ガーランドは、第二戦闘航空団リヒトホーフェンに配属された。同年10月、訓練中にガーランドは、墜落事故を起こして負傷する。顔面を、ーキ板にめり込ませ花が砕けて歪み、本人曰く、 母親が見ても自分と気がつかないほど顔が変わってしまい、片方の目の視力も大きく落ちた。医者は操縦不適と判断したが、ドイツ空軍にとって貴重なパイロットであり、ガーランドの強い要望もあって飛行を続けることが許された。ガーランドによれば視力表をすべて覚えてしのいだという。1936年、スペイン内戦が勃発。ドイツは、 フランコ政権を支援して義勇軍を送り込んだ。スペイン内戦の間、ガーランドはコンドル軍団第88戦闘飛行隊第3中隊長として300回以上の戦闘任務をこなした。当時の上記は旧式のハインケル HE51 で大地戦闘が主任務であった。1939年、ベルナーメルダースに中隊長職を引き継ぎ、ガーランドは ドイツ本国駅艦、ダイヤモンド付きスペイン十字章を授与された。1939年9月、大尉に昇進。ポーランド侵攻時、第日常攻撃共同航空団、第二中隊長の任に就いた。ヘンシェル HS123 を上記として50回以上の戦闘任務をこなした。二級鉄十字章を授与された。1940年2月、 ガーランドの希望が聞き届けられ、第27戦闘航空団の戦闘機パイロットとして転属された。この頃からメッサーシミット BF-109 を蒸気としている。1940年5月、ドイツはフランスへ進行。5月12日、ベルギーのリエージュ近郊でガーランドは初の敵機撃墜を達成、さらに同日中に2機を撃墜した。5月19日、 5期撃墜を達成して、エースパイロットとなる。その後もスコアを伸ばして、計1 4機を撃墜した。6月6日、第26戦闘航空団、第3中隊長に昇格。1940年夏頃のガーランドの BF-109、E の塗装再現図。操縦席下方にミッキーマウスが描かれている。1940年7月、バトルオブブリテンが開始する。 JG-26 はパイコールドカレー県を根拠地としてイギリスへの攻撃を行った。8月22日には第26戦闘航空団司令に昇進。9月24日、撃墜40機を達成し白洋月機士鉄十字章を授与された。11月1日、撃墜数50機中佐に昇進。第26戦闘航空団司令に着任。 1940年末までに撃墜数58機までスコアを伸ばした。1940年末には第51戦闘航空団司令ベルナー・メルダースと共に戦闘機パイロットとして有名になった。1941年6月21日、ガーランドはブローニュでイギリス空軍のスピットファイアに撃墜されたが、基地に帰還したガーランドは同日中に再出撃した。 しかし、今度は、英軍第303戦闘機中隊ボレスラウ、ドロビンスキーのスピットファイアに撃墜されて負傷する。1941年6月撃墜数70機、県付白用機施設十字章を授与される。9月4日、撃墜数80機、12月8日大佐バトルオブブリテンにおいて、ドイツ空軍が劣勢になる中、ヘルマン・ゲーリングに、 どんな戦闘機があれば英空軍に勝利できるというのか、と質問されたガーランドは、英空軍のスピットファイアが欲しいと言った。11月22日、戦闘機体総監ベルナー・メルダースが、事故し、ゲーリングはガーランドを公認に選出した。撃墜数は96機を記録していた。1942年1月28日、メルダースに続き全軍で2人目の、 ダイヤモンド剣白洋付き騎士鉄十字章が授与された。以後戦闘は禁止された。ガーランド少将1942年2月、フランスのブレスト港のドイツ艦隊をドイツ本国へ脱出させるゼルベルス作戦が実施され、ガーランドは艦隊の上空支援作戦を指揮した。1942年7月19日からスターリングラードに進行するがドイツは劣勢になる。 ガーランドは、我々がいくら敵を落としても爆撃隊が敵飛行機工場、施設をやってくれないときりがないと空軍首脳部をなじった。連合軍の爆撃機に対する本土防空作戦の指揮を任されたが、その中で戦闘機体総監であるにもかかわらず、フォッケウルフ FW190 を蒸気として幾度か防空作戦に出撃し1944年には、 B-17 を非公式に2機撃墜した。米空軍によるドイツ本土都市爆撃に対しガーランドは悪天候や闇を避けて条件の良い,い晴天の昼間に敵爆撃隊編隊へ大規模な攻撃をかけるべきと意見鬱信するが空軍首脳はこれを無視した。1942年3月から英米の絨毯爆撃が始まる。4月にロストック、5月にケルン、 6月には、ブレーメンが怪人に返し、防空を任されていたガーランとカムフーバーはヒトラーに叱責される。そのため二人は、夜間機400機と昼間機200機を集めて大迎撃を試みる。敵の物量が圧倒的であり、撃墜率は5、6%であった。さらに敵は、レーダー格乱兵器、ウィンドウを投入し、ドイツ防空は87機で、 撃墜率は3%以下に落ちる。1943年末頃から B17 といった大型機迎撃に対し、現場で決死の体当たり戦法が完工されていること、知ったガーランドは、肉迫攻撃はいいが体当たりすることはない。体当たりが必要なのは、技術不足や相打ちの時だけだ。戦闘機パイロットは、一丁一隻で要請できないので、 体当たりは避けるべきだと禁止を命令した。1943年5月22日、ガーランドは、Z 戦闘機、メッサー・シミット目262のテスト飛行を自ら、言った。その加速性と高速性から目262を、戦闘機として高く評価したが、1943年に、地上展示された、目262を見たヒトラーはこれを、 爆撃機として生産するように命じる。ガーランドはミルヒと共に戦闘機としての運用が最適との判断から戦闘機としての開発が継続し、たびたびヒトラーを説得した。ガーランドは目262のような小型機に小型爆弾を積んでも無駄。アラド社が別に爆撃用を作っているので目262は防空戦闘機にするべきと主張した。ヒトラーは ノルマンディ上陸を受けて一部戦闘機とすることを認める。ガーラントは少数の実用実験部隊を作った。少年兵をハインケル HE162 のパイロットに使う案に、ガーラントは反対し、ジェット機の扱いの難しさをバルター・ノボトニー少佐に説明させて、ケラーに中止を進言した。ノボトニーは実戦の疲労で戦死した。1942年12月、 ガーランドは少々に昇進。30歳であり、ドイツ軍最年少の将官であった。1944年11月には中将に昇進。ガーランドとゲーリングラ空軍首脳は、目262や HE162 の運用方針をめぐって対立が激化し1945年1月、ガーランドは戦闘機体将官を解任され、ゴードン・ゴロップが公認となった。 メッサーシミット目262ガーランドの戦闘機体操官の解任を受けて、シュタインホフ大佐、リッツオチューサラ飛行団長がゲーリングを弾劾した。そのため1945年3月ガーランドは、Z 戦闘機隊の第44戦闘団の司令官に任じられ、人選の自由裁量権を与えられた。ガーランドは、名だたるエースたちに声をかけげハルトバルクホルン、ハインツベア、 バルター・クルピンスキー、ヨハネス・シュタインホフ、ギュンター・リッツ王といったトップエースが JV44 へ編入した。部隊員の大半が騎士鉄十字章受章者だったため、騎士鉄十字章戦闘機体とも呼ばれた。中にはエイリヒ・ハルトマンのように断った者も,もいた。JV44 の部隊番号は一説にはスペイン内戦時の JGR-88 にあやかり、 せめて半分の成功を収められれば、ということで命名されたという。また、44には、相当2人分、という写楽も込められているという。4月から、JV44 は、迎撃任務を開始し、ガーランド自身も、メッサーシミット目262に乗って出撃した。4月16日ガーランドは、B、B-26 音撃墜し、撃墜100機を達成した。 4月26日、アメリカ軍の爆撃機編隊に攻撃を仕掛け2機を撃墜。しかし、護衛の P-47 に攻撃されて被弾し、不時着を余儀なくされた。着陸時に頭を負傷したガーランドは、ドイツ南部のバイエルン州の病院に入院。しかし5月14日、ガーランドは入院したまま、アメリカ軍の捕虜となってしまう。戦争を通してのガーランドの戦績は、 出撃回数705回、撃墜数104機であった。終戦時イギリスに戦犯として逮捕され5年、収容された。最初の仕事はイギリス空軍における戦術教官であった。後にアルゼンチン空軍の顧問となる。1954年2月12日、ガーランドはアルゼンチンで出会った、ドイツ総領事の娘、シルビニア・フォンド・ドーンホフと結婚した。 1956年、ドイツに帰国したガーランドは、航空会社へのコンサルタント事業に成功した。1963年、シルビーニアと離婚したガーランドは、ハンネリース・ラートバインと二度目の結婚をした。ラートバインとの間には、1966年8月7日、息子のアンドレアス・フーベルトゥス、1969年7月29日娘の、 アレキサンドラ・イサベレという二人の子供に恵まれたが、1973年に離婚した。1984年には長くガーラントの個人、飛行機の副操縦士を務めたハイディホルンと三度目の結婚をした。ガーラントは1996年2月9日に、レマーゲンのオーベル・ビンターで83歳の生涯を閉じた。スペイン内戦時から、ガーランドのパーソナルマークは、 葉巻を加え、手に、斧と拳銃を持ったミッキーマウスであった。ミッキーマウスが好きだったガーランドは、スペイン内戦時の自分の中体名をミッキーマウスとしていた。葉巻き好きとしても有名であり、ガーランドの写真や漫画には葉巻を加えた姿が多い。バトルオブ・ブリテンの際には、自身の戦闘機のコックピットに灰皿を取り付けてもらった。鹿刈りと鉄道模型が趣味だった。 メルダースが命中率の良いプロペラ軸内砲 15mm や小口径の胴体重を好んだのに対して安全から小口径になる胴体重の 7.92mmmg17 機銃を花火と称し、後径に制約のあるプロペラ軸内砲より大口径の翼内機銃を推奨し、買い方を評価しなかった。戦後各地の航空ショーや公演に参加し、 連合軍パイロットたちとも遊戯を結んだ。特にダグラス・バーダーとの友情は深く、共にカナダのウィニペグの名誉市民となっている。弟二人も戦闘機パイロットである。ビルヘルム・フェルディナント・ガーランドは撃墜54機、パウル・ガーランドは撃墜17機のエースパイロットで対戦中に戦死している。ガーランドの直言は空軍首脳部にとって面白くないものであった。 ゲーリングはガーランドに、君は我々をよく責めるが、戦闘機体隊員は無能者の集まりで臆病で、だらしがないとたしなめた。それに対しガーランドは、ダイヤモンド剣付白用騎士十字章を叩きつけ、もうそんなもの入りませんと怒った。ありがとうございます。